はい、みなさん、こんにちは。アカデミー・オブ・ユニバース・コード・学賞でエネルギーナビゲーターの大畑春美です。お元気ですかえっ、ー、と、この間、あの、今度ね、8月の24日が、えー、24日じゃない、ごめん、20日ね。<laughs> 新月が4日だったの。20日よ、20日。20日に、えー、水が座の27度で、 えー、すごいパワフルな満月があるんですけどもうそのライナーオンゲートが開いたあとぐらいからね満月までの間がまためちゃくちゃ激しいんでちょうどそこら辺の簡単なエネルギーの解説を YouTube でもしましたであのそこでも言ったんですけどもっと詳し,詳しく言ってるのが AUC の, AU の、えー「ミラクル会員」の「NG 波」なんですねで今回は2時間近くね。 本当に今大事な時なんで皆さん語ってますから興味ある方はぜひそちらの方から下にねあの、えー、申し込みリンクを貼っておきますから見ていただきたいんですけど今日はこのもののもすすごくパワフルルな満月のオラクルカードをお届けしますでいつもオラクルを引く時は、まあ、全部掃除をして自分も清めてですねでまあ瞑想した後から祈って降ろすんですけど一日仕事なんですよ。今日も朝からずっっとそれをやてていて であのー、今やっと収録をしてるんですねもう夜なんですけどであのーえー、今回はねなかなか私その時あのペンジュラムであのー、聞くんですよガイドに今日は今回はどの、えー、オラクルでメインオラクルをしたらいいですかとで今,今メインオラクルですけどその後で3択って言ってメインはこうなんだけどお一人お一人がまたもうちょっと違ったレベルで細かくパーソナライズご正解できるように3択というね3つ。 別々に A と B と C のカードを選んでいただくのもいつもやってますからそれはこの動画の後に解説あの別の動画で皆さんにもお届けしますからそれも楽しみにしててくださいもう引いてあるんですけどおでやっぱりこの間解説した通りのすごいメッセージが降りてきてますで今回はね今まであんまり使ったことないカードがたくさん出てきたんですよね私すごい量のオラグルカードとかタロット持ってるんであの選ぶ <laughs> ごめんなさい選ぶの結構大変なんですけど今日はあのアラーナ・フェアチャイルド先生のこの「クワイエンオラクルカード」ですね。でアラーナ・フェアチャイルド先生は私が初めてねオラクルカードの、えー、講座を取った先生なんですあオーストラリアの先生ですけどで私あのこの,この,あのクワイエンのオラクルって2つあってですねこれが 普通のコアイエンなんですけどもう一つはワイドコアイエンっていうねオラクルがあってそれは大好きでそれはしょっちゅう弾いてるんですけどで昔もよくあの昔ずっとオラクルを毎,毎週毎週やってた時はねあの毎週毎週だったかなあのあ新月と満月のタイミングだったかもしれないけどやってた時はあのこれもたまに使いましたけどねでも今回このねコア、えー、イエンオラクルが出てきましたからこれでいつものコア、えー なんだっけスプレッドで引いいてますねはい、それじゃあ今からあのお話ししていきますけど最初のカードがね今の皆さんの状況なんですよで祈る時は AUC にご縁のある皆様のためのメッセージをくださいっていうことですからこの動画を聞いてくださってる皆さんのために下ろしたカードですねでこのカードが出てきました、ね、えー、っとここに「えー、Dynasty of the Divine Mother」って書いてあるんですよね で、懇遠っていうのは菩薩様のことです。日本語で言うと。だから、なんとか菩薩、あ、ごめん、菩薩じゃない、観音様だ。観音様のことです。だから、えっと、いろんな、なに、あの、十一面観音とか。なんとか観音とか、日本語いっぱいあるじゃないですか。でも、懇遠っていうのは、この、どっちかっていうと、この、お母さんのようなね。エネルギーなんですよね。あの、あの、仏教の。 あの仏像の中でよく出てくるのが例えば「アチャラっていうのがうん日本語だとなんだお不動様お不動様っていうのはどっちかっていうと父親の,シュアのよ,うような愛なんですよねだから悪いことは悪いいいことはいいで厳しくねバーンとやるんだけど観音様のエネルギーっていうのはお母さんのようにまずは受け止めてあげるコンパッションっていうかあの何て言うの慈愛ですよねのエネルギーでこの慈愛のカードで非常に女性性のエネルギー がが象徴されてるのがクワインあの観音様ですよねでこのだから陰と陽で言えばこれ陰のエネルギーなんですよ女性性のエネルギーでこの「Dynasty of the Divine Mother」っていうカードはどういう時出てくるかっていうとこれね、えー、と8番のカードなんですねだから8番のカードって今年2024年って8ですよねで8ってやっぱりなんか具現化していくエネルギーなんですけどあの八8の倍数っていうのは 宇宙レベルで何かあの波動とか見ていくときには8の倍数になるらしいんですねだからコンピューターなんかも8ビット16ビット32ビットってなるでしょでこの地球で何か具現化して体を持って具現化していくときの地球のクリエーションのエネルギーってのは3の倍数になってくるんですねだからまず 1, 1つしかないときは、まあ、関係性が見えないから分からないからもう1つ男性性のエネルギーあれば女性性のエネルギーオスとメスねあのそこで 一つがこう。繋がった。いくけれども、もしくは引っ張り合うけれども、これだけだとえっ、ー、と。なんか新しいものをここから生み出していくと、もう一つ子供ができるじゃないですか。子供とかね。だからこの3っていうので、何か新しいものが生み出てくるようなクリエイティブなエネルギーや3にはあるんですけど、そのまま倍数だと次は6でしょで、その次は9ですよね。そうすると3と6きは弥勒で弥勒のエネルギーとかって、よく今スピリチュアル界隈,界隈でもよく言われてますよね。 だからそういう意味でこの「8」の倍数ってすごく大事なんですけどこの「8」が出てるんですよ。でこのカードが出てきた時ってどういうメッセージがあるかっていうとあのまずディバインマザーだから聖なるお母さんですよね。で「ダイナースティ」っていうのは何か皇帝皇帝のその帝国っていうような意味だと思うんですけどねなんとかダイナスなんとか朝とかね、うん、そういう意味だけどあの要するにあの「 今ねあなたの魂はあなたお一人お一人の個人的な覚醒に近づいてきてますよっていう時に出てくるカードなの。で8だから宇宙的な具現化をするエネルギーだからね。だから精神的に本質でこう具現化していくようなところに出てくるからだからその瞬間瞬間をあの。 きき始めていきなさいっていいなさっっううメッセージか簡単に言っちゃうとつまりどういうことかっていうとあのちょっとガイドブックの方で解説しているからちょっとそこを訳してみましょうかね。あのえっとねこのエネルギーってあの大きな今流れが来ているわけねだからあの多様星がうございるってことそういうことなんですよ。 宇宙の本質の,あの高い周波数だと本質のエネルギーが私たちに大きな波を寄せてくれてるから自分の自我とかマインドはこっちへ行きたいなと思っても波がこっちに来たら自分が行きたい方向じゃないわけですよ。例えばこっちだったらでも波が行きたい方向こっちなのに波がこっ,ちにこっちに来たらこっちじゃなくてこっちへ行けってことだからちょっと一回戻らなきゃいけなかったりとか。 こっち行きたいのに波が向こうに行くんだったら向こうに行きたいけどこっちに行かざるを得ないようなことが起こってくるわけですよ地震が来ちゃったりとかなんか来たらあのあそこに旅行行こうとか思ってたことができなくなりますよねだけどそそのなうういうまあ、地震だけじゃないけどいろんなことをやってる時に自分がこう思ったことをやろうとして一生懸命努力をしてなんとかそれをあの叶うようにしてもうまくいかない時っていうのがあるでしょそういう時はあの 宇宙からのメッセージはちょっと待って今そのタイミングじゃないよっていうこともあるしそれから今みたいに海洋性がすごい時はねあの土星がどんなに固めようとしても固まらないのね本質で生きてないとでこの波の方に乗っていくのはコツなんですよねであの女性性のエネルギーっていうのはそうやって受け取るエネルギーだからまず何が来ても受け取るってことをちゃんと学んできてるんです皆さんだから、えっとえっと それができてきてるからだん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 あのその大きなものに委ねて導かれながらでもじゃあいつも私動画で言ってるけど大波が来た時に、うん、分かりましたじゃあお任せしますってそれ乗ってきますよねそうすると向こうに何かあの素敵な島が見えてきたとしますねと自分はもっとあっち行きたかったけどあこんな島の方がいいからこっち 宇宙が導いてくれたかもしれないと思って「わあ神様あっちへ連れてってくれるんだ」って喜んでいても皆さんが何もしなかったら波っていうのは近づくところまで行ってもそこへもう少し行こうとしても波はぐーって引くんですよ。でまたぐーっと寄せるけどその時風が吹いたりどういうことか知らないけどそっちへ行けるはずなのはまた違うところ行,か行かされるとあれは聞きたかったのになっちゃうでしょ。でそういうい時すごく大事なのは 波が来てああそこに行けって言われててるのかな行ってみたいなと思った時はハートがそう感じたら皆さんも一緒になってボートをこぐとか泳ぐとかねそれが大事なんだよって言ってるじゃないですかそれが今を生きるってことなんですよだからゴエネルギーが大きな波を寄せて私たちはそれを受け取るしかコントロールできないエネルギーだからサレンダーしてお任せするしかないんだけどお任せしっぱなしじゃないけその中で今を精一杯生きるってことがすごく大事なんですよそうすることであ 私は頭ではあっち行こうと思ってたけどこっち行った方がずっとよかったなとかあっち行くためにここで何か学ばなきゃいけないことがあったりここで、えー、こっち行くために必要ないろんなリソースを持ってる仲間に出会えたりとかねいろんなことをするそうやってね宇宙と私一人一人の魂が一緒になって共同創造していくと自分らしく生きていけるんですよ自分の本質でそこを最高に気付かせてくれる今タイミングが来ててこの 動画に繋がってくださった皆さんはそれができてきてるよねっていうなんか宇宙からのメッセージなんですよだからその大きな波には乗りなさいとだけどそれをそれと一緒に自分も恋で今その時その瞬間その瞬間を生きなさいとね自分のえー、っと何て言うのかな、えー、なんだこれなんて書いてあるかな私メモが自分読めなくなったうんあの自分 だけでねなんか一生懸命やろうとしてやってもこれはうまくいかないけれどもそのテクニックが分かってきたでしょって言われてるんですよね。であのー、えっとまあ観音様っていうのは非常に慈しみ深いわけですよ。どんなに私たちが無知でバカなことをやったり感謝が足りなかったりしてもじっとあのー、なんていうのかな黙ってですねそこをあのー。 受け取りながらこっちだよって優しく導いてくれてるのところがあるんですね。だから、あのー。今、この地球では、そうやって。えっと。外側で自分をすごく主張してね。そうすると、自分の価値観とか主張に合わない人は。攻撃し合うじゃないですか。今、それがすごい。極限に達して、るでしょ。いろんなところで争いがあったり戦争が起こったり、いろんなことありますよね。でも、あの、もうちょっと、その外側じゃなくて。 今何が起こっっっててていいいいるのののかうちょと高座で見くくすごく大事それが今回の水亀座の月が満月があの,あの水亀座ってサインにあってこの水亀座の支配者の天王星っていうのも空のサインですからそれが鵜座にあるから体とつながって、えー、しっかり自分の内側と見ていくための最高のチャンスが来てるすっごく大事なあの,あのエネルギーが来てるでしょ。それを すすごくく象徴しててて言ってくれてるわけですよだから、えっと、あのここではですね私たちが何を選んで何を作りたいかっていうことがすごく大事なんですでそれは頭で考えるんじゃなくて外側のいろんなことを見てこの場合だったらこうした方がいいなとかって外側に何かを基準を求めてやるんじゃなくてこの内側の 内側でなんか自分が感じてることとかそういったことあの思いとかねそれは体がしっかり教えてくれることもありますからで今私が本当に自分らしく生きるためには何を一番大切に、えー、とお金とか時間とかうんそうだな、えー、とエネルギーとかっていうのは私はある程度持ってますよねでこれをどこに投資をするかで 今までだったらあれもやんなきゃこれもやんなきゃって外側から期待されてるいろんなことをちゃんとや,やらなきゃっていうことにあのを乱すことに一生懸命私はどうしても生きるためにねだって仕方ないもんってやってきたと思うんですけど今はもちろん日常生活いろいろとやらなきゃいけないことあるでしょうけどそこはある程度手を抜いてでもあのえっと意識して自分の内側に の、その、自分の思いをしっかりと感じるっていう時間を取る。自分の体を大切にするとか、だから、よくしっかり食べるものを、栄養のあるものを取って、ちょっと運動をするとか、それから睡眠時間をしっかり取るとか、私もどうしてもね、あの、あの、ギリシャ行ったり、この間、ま、の、えっと、カナダに急にね、行くことになって、まあ、最初はね、あんまり行きたくなかったんですよね。あの、孫、息子が行くんで、誰も行けなくなっちゃったから、ま、孫、息子が。 キャンプに行けないいっていうのでだから何か助けてあげたいと思ったんですけどあのそういういことがあったんですよ孫、えー、息子はですね一人であのカナダのキャンプに行きたいっていうことになってい行くように親の方もお金を払ったらしいんですけどであの子供もがあの一人で乗って。 でまあ、ちょっとエクストラにお金を払うとファンなんかそういうサービスがあって、えっと、お迎えに誰かが飛行場前連れて行って飛行場で誰かがピックしてくれる人がいたらその間その,あの航空会社の人が、えっと、世話をしてくれるシステムがあるんですね。それで行こうとしたんですけどあの未、えー、関全カナダに行く飛行機会社はエアカナダしかなくてエアカナダは8歳以上じゃないとダメで孫息子は7歳。 11ヶ月だったんで行けなかったんですよ。だからあのサンフランあのロサンゼルスまではそのサービスで来たんですけどその後、えー、何あのカナダまで行くのはやっぱりカナダクカナダやしかないんで私が付き添って行ったんですね。でその時もねあのちょっと話がずれてごめんねでも今何が言いたいかをお伝えしますけどその時も最初はあのギリシャから帰ってきたばっかりだったから。 あ、そういう言われたらちょっと無理、って頭かんかんちゃうんですよね。で、まあ時差もあるから夜結構遅くに娘から電話かかってくるわけですよ。で、いやでもなんとかしてあのババ,バ,バ,バちょっとお願いとか言われるでしょ。だからその時は昔の私だったらね、なんとかしてあげなきゃなと思ってね。 でも嫌だけどまずはじゃあいいわよみたいに自分の気持ちがまだそこまではっきりと確認取れないまんまやっちゃうと嫌だな嫌だなでも仕方ないもんなかわいそうだしなちゃんとやってあげなきゃなっていう風な義務感でやっちゃうとうまくいかないんですよだからその時は娘に言ったんですよ今ちょっとすぐには返事できないと今ちょっとかもう疲れちゃってるしね仕事もいっぱい溜まってるしねあのちょっと時間ちょうだいって言ってあのうんあのもうちょっと考えるから。 であのどうしたらいいかなってやっぱりみんなが幸せになってほしかったからであの孫息子は私が手伝ってけどいけないわけですよ親もこっちまで連れてくる時間はないからねお金もねだからじゃあせっかくモントレオールまで行くんだったら、えー、とやっぱりモントレオール前から行ってみたいなと思ってたところだからミシガンにいる時はモントレオールそれなりに近いんだけどやっぱりちょっと遠いですからね。 であのミシガンの時の大親友がいてあ「彼女ならいけるかな?」って近いからそんなに飛行機代も高くないはずだからで彼女に声かけたら「いけるよ」っていうことになってじゃあもう楽しもうって切り替えて本当のバケーションを急に取ったんですよこの間そういう話があるんです。で何言ってるかっていうとこういうふうにねえっと思えることが突然降ってくるでしょでそれを義務としてねや,やってあげなきゃお,おばあちゃんなんだしなんて思っちゃって自分を満たさないまま。 いいわよなんて言っちゃうと例えばちょっとしたことであのそれを当たり感謝してもらえてないとかねそんな風に感じちゃうと重荷になっちゃって楽しめないのねだからまずは自分が今ちょっと大変っていうことは相手にも伝えてでもなんとかできるように考えてみるからって時間をとってゆっくりその後寝てで、えー、ど,どうしたいかなって言ったらやっぱりみんなが幸せになると何,何ができるかなって思った時に。 私も楽しめるのはどうしたらいいかなせっかくね1000ドルぐらいするんですよあのモンテレロに行くのにあの飛行機代は800ドルぐらいやったけどその他にカナダへはね飛行あの荷物代とか早く席を取るためのお金とかいろんなこと取られるのそれであのそこ行く飛行場の行き帰りとか入れるとすぐ1000ドルぐらいになっちゃうからね。であの カナダは国際線のはずなんだけどなんかカナダとアメリカは、ね、国内線扱いみたいな扱いなのねだから荷物もう有料になっちゃうしで私はあの、まあ、そんないろんな細かいことがあって <laughs>、ね、だけどそれを、まあ、あの使ってるんだったらせっかく行ってただすぐ帰ってくるんじゃもったいないじゃないだからなんか私も楽しみたいなと思って、えー、楽,し楽しめたんです。 あの本当に久しぶりに本当のバケーションで行ってきてその後今仕事が大変なんですけどこういう風にね何が起こってきてまず受け取ってみるのでこの中でじゃあ私がベストにみんなも幸せになって自分も幸せになるのはどうしたらいいかなっていうのを考えてでいろんなまず,まずその友達がダメなら他の手を考えようと思ったんだけどまずその友達が OK だったからすごい楽しい旅ができたんですよこういう生き方が皆さんできるようになってきてるんですよだから そういうふうに生きてきたときに公園のこのディバインマダーのねあのエネルギー受け取るエネルギーそして受け取った上でただ受け取るだけじゃなくてそこでその流れに乗りながら今この瞬間瞬間を生きていくことで本当の自分の覚醒覚醒ってことは自分の本質に気づいていく目覚めて生きている段階が皆さん来てますよってエネルギーなのこれわかる ね、で最初の1枚だけであのエピソードも入れちゃったから20分にもなちゃったからちょっとスピードアップしますけど本当にそういうエネルギーが今皆さん来てるでしょだからあの迷わないでねまずはフォーカスするのは自分が何が本当にしたいのかなっていう自分のハートの声にフォーカスしてそしてあの行くことがとっても大事なのってことですねだからとにかくあのえっと あの何、ー、ていうかなえっ、ー、とー、えー、なんか頭の中でいろいろね覚醒した人はこうあるべきとかそういうんじゃないんですよ。これはねやっぱり何ていうのかな皆さんのこうスピリチュアルな道がですねだん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 、あのーえー、と前に出てくる時は時々今までこれがなかったり生きていけないとかね そうじゃなきゃ困るとかっていったものもそろそろリリースしなさいよみたいなことも示されてくることがあるんですけどそれも受け入れてそこで自分が何ができるかってこの宇宙の波乗りをしながら共同創造するのが上手になってきたねっていうメッセージですからすごいですよね。はいで次のカードはですね、あのー、そうは言っても今これから先、えー、ともっと本当に自分らしく生きていくために。 とっても大事なんだけど、ちょっとチャレンジになってる。挑戦試練になってたりとか課題になってるのがこのカードでした。このカード、綺麗なカードでしょで。これはね。ブロッサムス of the sky ダンサーって言うんですよ。ブロッサムっていうのはなんかお花ですよね。で、なんかここお花がいっぱいこうなってね。でダンスしてますよね。で、ちょっとね。このカードはね。非常にね。あの。 理解すするのが難しいカードなんですよ昔ねちょっと何回か使ったけど自分でもうまくうーっと思ってたんだけど今になるとよーく分かりますね。でこれ3番のカードなのね。だからこのカードが来てる時っていうのはどんなメッセージかっていうとあのー、今何かねあのー、皆さんは3っていうのは地球で具現化するエネルギーだよって言ったでしょだから何か新しいものを生み出してるタイミングが来てて今そういう最中だねって言ってるの。で それは、えー、とあの宇宙の天の力ね宇宙の導きと光と一緒になってこの地球にとって一番大切な何かを一緒に作っていこうとしてるとこなんだよって宇宙と共同創造するっていうのはすごく大事のこの海洋星が魚座にいて土星が魚座にいるのはこの大きな導きを受け取りながらでも今を生きて乙女愛 の反対側の乙女だとかねその、えっと、具体的にいろいろと自分で考えながらやる、うんえっと、まだはっきり最終的に何,どど何をするかとか分からなくても今この中で最善で今できることは何かなっていうことをやってみるとそこからまた次に行けけるわけですよ今回本当にねあのモンテレオロによっていろんなあのあの何て言うんだろうあんまり計画しないでホテルだけ取ったんですね。 5日間彼女も取ってもらってそれであの、えっと、すごいいいホテルだったんですけどあのば場所も、ね、ちょっと離れててで、まあ、毎日何しようかっていろいろ考えながらじゃあちょっとあのあのウォークツアーみたいなの申し込もうとか、ねうん、そしたらあのちょっとそれであの えー、そのオールドタウンっていうねあのオールドポーとか港昔の港があるところが今現地の人もすごくこう集まるような素敵なこな憩いの場っていうのになってるからそこがいいよって言われたからそこあの最初の日行ったんですよね着いてからそしたらねあのシルク・ド・ソレイルってあのサーカス有名なサーカスがあるんですけど前からあの、えー、と確かラスベガスなんかでも常設の,あの、えー、とショーをやってるところでいつか見たいなと思ってたのが。 あ,ってあれあとで,で分かったんだけど行ってからねあのそれであの「じゃあ見ようよ」って言ってあのとチケットをねまだ売りすぐ売り切っちゃうからその日のはダメだったんだけどあのその次の日のはダメだったけど水曜日があったからあの火曜日はないんですよねだから水曜日ののを取ってねで後で分かったら最後の日に美術あの博物館行ったらあのシルク・ロド・ソレイルってカナダでてきたんだってあのモントレールじゃないんだけどなんとかって街で来きて。 でそれが今はカナダのモンテルオールに本拠地を移してだから本番で見れたんですよ。でこのサーカスっていうのはあの動物とかは使わないのね。であのすごくあの本当に素敵なショーでした、うん、だからそんな,なんかあのサプライズもう計画立てずにそっち行ってから足でいろいろ見て面白いなあれしたいねっていうのをいろいろ探してあのあの2人で <laughs> 楽しんできたんですけどあのそういう旅ってねなんかもう。 パッケージになって前からもう決めて計画通りにやるっていうのじゃないでもやっぱりこの昨日あったもう彼女とはいろんなところ一緒に残してるんで本当に久々にあの思いっきり楽しい旅ができたのねだからあのえっと最高最善みんなのために私が何ができるかなみんなも幸せになるけど私も幸せでいたいなっていうのを一生懸命考えて出した案だったんですねだから 後になってからこの経験すごい良かったなと思うだからみんなに一生懸命シェアしてるそういうことあるでしょだから何か来てもあのいやいやでいやいやでやるんじゃなくてまずちょっと置いて自分が本当どうしたかなってこともやって本当に自分ができない時はノーと言われることも必要だしねでも一番良くないのはあの可哀想だからって言いこぶっちゃってでね自分が辛くても我慢してっていうのはな良くないと思う。 だからあのその中でもちろんあの私は仕事もいっぱい溜まっちゃうからその前大変だったりとかいろいろありましたけどでもやっぱりあのそ私ができることをその時その時にやってきたらこんな素敵な経験ができたからそういうことをダダンンススっててそそうなんでですすよねそれに合わせてダンスするでしょだからそういうクリエーションをすることができてきてるんだけどそれが今ちょっとあのこれはオブスタクルだからオブスタクルっていうのはなんていうの 挑戦のカードになってるから、あの本当はそれが起こってきてるのに、それに気づけてない可能性があるんですね。で、このクア円のクア円ってこの観音様にエネルギーってのはさっきも言った。女性性の陰のエネルギーですから、これがあの。これはねどういうことかって言うとやっぱりね。自分でこうだよね。って気づく意識と。それからもう一つはこう。自分がここにあるんだって。だから何かをするじゃなくて、私という存在がここにある。 っていうことをちゃんと受け取る力っていうか、そこが原点になってる。あのどっちかというとね。男性性のようなエネルギー男性性が良くて女性性が悪いわけじゃないのよ。でもこれから今まではね。あまりにもあのます。あの男性性のエネルギーが強すぎたんです。これこの4000年ぐらいね。だけもう一度女性性のエネルギーを大切にしなきゃいけない。今まです。ごくそこがあの女性っていうだけで、いろんな差別もあったりしてたけど。 あの男性性のエネルギーの場合まず外に出ていって自分はこれやりたいっていろいろやっていくのが競争してねやっていくようなところがあるんですけどこの公園の場合はまずはここにいるお母さんがいてくれる観音様がちゃんとどんなことがあっても見てくれてるそこで存在してくれてるっていうことがあるだけでもずいぶん変わるじゃないですかそういう力が女性性のエネルギーだと思うね。 今はやっぱりちょっとスローダウンしてで、今はなんか外に出てわーって私これやりたいのってやる時じゃないよと。とじゃなくて、まずはえっ、ー、とあなたがえっ、ー、と。波が来て、あなたが本質でやりたいことがこう叶っていく。マニフェストを具現化していくようなクリエーションの流れを作ってくれてるんですよ。だから行ってみて分かったの？私体に。 であ本当にこういうねあのどうしてもこっちで家で働いてるでしょだから外に行ってその社交をする時間がないんですよで。とにかくこの2020年が大きなあのあの転換期でこの後の4年この2024年5年6年がもう鍵なのねで5年6年が大きく本当に自分らしく生きていくことを具体的にいろいろやっていける時が来るんだけどその準備として まだ自分がはっきりわからない中ではっきり行き先もわからないけど今この宇宙が波を寄せてくれててそれと一緒になっていく中でだん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 自分の天命っていうかね自分の魂が本当にしたいと思ったことを宇宙が分かったよそれやりたいんだってこんな道もあるよなんて見せてくれてるそれがアンフォーリングっていうんだけどアンフォーリングっていうのはこう閉じてたものがだんだんだん降りてこう畳まれてたのがこう開いてくる。 お花が開いてくるそういうタイミングが今来ててそこに気づくことが大事なんだけどちょっとそこがえっ、ー、とちょっと要になっててできてない人がいる場合があるのねだからそれが今そのダンスをするっていうのはそういうダンスをしながら風が吹くしねだから自由になんかいろんな来た時にフレキシブルにフレキシブルって分かりますかね柔軟性を持ってね だから最初から「そんなのできないわよ」って断ったりとかね「仕方ないわねもっと嫌なんだけどもしょうがないやってあげるよ」なんていうふうにあの自分のことは無視してそうするんでもなく「ちょっと時間ちょうだい今パップ今とても行きたいっていう気にならないからちょっと時間ちょうだい」って言って「どうしたらいいかな一晩休んでからね」で「なんか知恵が欲しいな」って言って「あの宇宙にもお願いしてねこれを最高最善にしていくにはどうしたらいいか教えてください」って言って。 でそ,それをやっていくことで本当になんかねもう一回原点に戻れたらねすごい自分もリフレッシュして楽しかったんですよだからそういうことをしていくチャンスが今来てますだからまずはそのためにはね信頼しなきゃいけない何が起こっても私は導かれて私にはやるべき導かあのやるべき天命があるんだってまず信頼することでそのためにあの宇宙がちゃんと導いてくれてる すごい道は来てるからでなんかこうしなきゃとかああしなきゃとかあのこれをでもこれがなくなっちゃったら不安とかっていうようなものももしかしたらワーンって出てくると手放しなさいってて言わわれるることが出てくるわけですよ、ね、例えば私はあのギリシャが帰ってきたら今度はこういうふうにしてこんな動画作ってそれから冥王星の授業も作るためにいろいろやらなきゃいけないトゥードゥーリストがいっぱいあったんですねだからそれはできてないわけまだねだけどあの何ていうの そこはもうちょっと後でもいいから今その時一番大事なのは孫息子があの私が連れてあげなかったらせっかく申し込んだキャンプに行けないわけですよね彼すごい楽しみにしてたからで彼が来てくれたわけで彼も 1, 1クッションこっちに行って突然1人で行ってたらちょっと大変だったと思うんだけどあの大好きな小大谷翔平を一緒に、ね、見に行くこともできたしね私も1人で行けなかったけど孫息子がいたら一緒に行ってきたそしたら大谷翔平がホームラン持ってくれたしねあのすごいこれもすごい素敵なだから あのまさかその時に何だっけあのうーんとカーショーっていうねすごいあのピッチャーがるんだけどその人が1年ぐらいあのあの手術をして出なかったのが復活した日だったしねなんかすごい特別な試合の日だったんですけどこれも楽しめちゃったしだからあのそうやるとなんかあの自分で計算してこうやってこうやろうって思った以上の なんかご褒美があってか楽しめちゃうのねだからそういうのをしっかりと今理解しましょうだから大事なことは何にフォーカスするかって何か起こってきたらそのその導きを受け取ってガイドしてくれることをまず許すことそれからその流れに乗ることそれから何か起こってきてまずはサレンダーあのお任せして受け取ることみたいなこと。ででも かといって何もかもお任せで私は何もしませんじゃなくてパーティシペイトって言いますけど自分もその中で参加していくのよ。波の中で一緒に導きが来たら楽しみながらオイルこぎながらやるとすごい素敵なことが来るここがちょっとまだえとそこがすごく大事なポイントなんだけどそこをするともっと広がるよっていうメッセージですからね。でここをするためにどうしたらいいかっていうえとメッセージはこのあと最後の方でまたお話しします。たたったに2枚 2倍のカードの言うのにこんな時間かかっちゃったけどでも分かるこういう具体的な例があると分かりやすいでしょだからはるみさんのね動画でなくなっちゃうんだよねそれを最後までね見てくれる人本当にありがとうはいでもみんなのために私一生懸命ねこんな素敵なすごい すごい変容大変なことが結構起こりやすい時なんだけどでもそれが,こそれがあってこそ私たちこう今本当に変わっていけるすごいタイミング来てるから本当に詳しいことはエジーナビで言ってるから今回のエジーナビで聞くためにねまず入会人とかありませんからあのミラクルか会員の普通の会員はだからぜひ入ってみてくださいでじゃあ今スピリチュアルレベルで何が起こってるかっていうと35番のカードでこんなのが「The Book of Change」だってねだからえっと あの変化していく本って書いてあるけど要するにこれは、うん、ちょっと私メモったんだけどこれはあのディザインな宇宙の聖なるプランが今、えっと、あなたの人生の中でこうだん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 展開してきてるよっていうねでそれはあのいつもあの予想できない。 ことなんだけどでも展開してきてきるよだからスピーチャルレベルではもうあの私たちがまだ気づかないかもしれないけどちゃんとそういうプランがあってで皆さんもこの番組にこの AUC のこの動画にご縁があった人っていうのはそういう取り組みをしてきてる人だからもう皆さんがまだ気づいてないスピーチャルレベルではそういうことが起こってきてるとこなんですだからチェンジ変化していける時なので変化しなきゃいけない時なの。だから いつも言ってるんだけど今本当に変容のの時なんですよここれこのこの2020年以降は本当に新しい文明ができるぐらいのすごい時でこの2020年から古いものがどんどん壊されて今最後の最終章が来てて新しいものがこれからどんどん出ていくるこの間の中で本当の自分の本質で生きるためのすごい今チャンスが来てるの今年が大事なのあともう半,半分しかないのよ。だだかからら本当ににみんなに伝えたいのよだから <laughs> ぜひ最後までこの動画聞いてねそれでだから大事なことはやっぱりあの信頼してそのいろんな宇宙の,あの導きが起こってくることを許して受け取るる必要があるんですねだからあのやっぱりそういったガイ,ガ,イガイダンスみたいなものをちゃんと受け取っていけるようになってきてるよねっていうカードだよねこれね。 うん、あのまだ他にもいっぱいメッセージあるんだけど、ナイフな,になっちゃうからこのぐらいにしておきますね。で、えー、とじゃあ、そういう風にして、スピリチュアルレベルでもだん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 そのあの理解できてきて、そういうことが進んできてるんだけど、フィジカルレベル、つまり毎日の生活の中ではどんな風な状態になってきてるかっていうと、これが30番でこんなカード。わかります何て書いてあるかというと、スピン・ザ・シル thread えー、ディファインって書いてあるのね。あの spin the silken っていうのはシルクシルクのところです。thread だからシルクの糸、絹糸をスピンっていうのはあの糸を紡ぐときにスピンこうするじゃないね。こういうふうにしてあの define だからなんかねあの絹糸をこう紡いでそれを織物にしていくときっていうとシルクって特にあの中国は 日本もそうだけど着物昔はシルクでしょシルクってすごく貴重なあ大切なもんじゃないですかでこのカードが来てる時っていうのはあのー、なんていうのかなあなたの今までの歴史それは今生の今までの生きてきた人生もそうだけど過去世から、ね、いろんな経験だよねうんそれがあなたを呼んでますよとで何をよどうやって呼んでるかっていうと あのまずあのいろんな過去で失敗だったなあだったなあと思っちゃってるようなことであっても実はその失敗とか自分が思った通りにならなかったことそれから喜びもあったでしょうそういったいろんなものが実は皆さんのそこから学んだ学びとなってね今来てるんですけど。あの 過去ででの学びを今ここで生かしてていく時が来てますよとだからそのためにはやっぱりあのまずその過去世からのいろんな感情的にまだ消化できてない特に失敗しちゃったこととかは自分を責めたり罪悪感を持っち,ちゃったり人を責めたりとか怒りがなんかどうしてこういう時に私はすぐ怒っちゃうんだろうなんかハッと反応するんだろう。 で外に出さなくてもなんか嫌だなと思うような時はなんか自分の内側の中でそ,そこに反応する感情が反応してくる時っていうのはそこに必ず何かそこに紐づいた経験があるんですねそれをちゃんと振り向くようなあの、えー、と自分のインナーワークをするのがすごく大事なんですよ。シャドーワークって私いつもおおお教えてますけどでこれがこのマンガすごい大事なタイミングになってくるんだけどそれをすることでだんだん皆さんは。 その過去からの過去世からもあの学んできたいろいろなことをちゃんと癒せるようになってきてそれ癒してくるとそれが皆さんのリソースになるのねでそれであのなんていうのかなあのそれでぐる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 回ってきたわけ紡いでくるためにいろんなゴミが出てきたいろんなものを取るじゃないですかでもそれで紡いでいった時にすごい素敵な貴重な り物物シルクの織物ができ,できてくるんですよそういったことができてくる生かしていくいけるようなタイミングが来てるよねだからこれからまだこれはずっと続いていくあのことだと思うんだけどそういう本当に何かあの皆さんちょっと、ね、目をつむってね自分がどんなシルクの,あのスカーフでも何でもいいんだけど羽舞台なのか何なのかそれを折ってるで。そこには全ててのの皆さんの経験が入って その経験が全部豊かなリソースになって皆さんの皆さんの存在の売り物っていうのかな <laughs> それができてきているタイミングらしいのねすごいじゃないだからあのやっぱり今とってもそういうねそういう視点で、えー、全てのことを見ていって取り組むるように皆さんもなってきてるんだよとねだから本当すごいじゃないですかもう一回ちょっとここまでで長くなっちゃったあらあの、えーあのー 復習すると最初は of the Divine Mother だったよねだから今あのいろいろと受け取っていく中でいろんなことを流れに乗りながらだん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 あなたの,あのスピリチュアルな覚醒が起こってきてる時ですよねでもその中でえっとなんだっけあのあれ落ちちゃったのあらあそう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 ブロッサム・オブ・ザ・ダンサーだからあのいろいろとあのあのダンスをしながら花が 開いてきた時の、のそれに合わせていろいろダンスをしていくようなことを喜びでやれるようになったらいいんだけどちょっとまだそれがえとやっぱり心配とかマインドになっちゃったりとかっていうことがあるから私の例を出してお話ししたけどそれがオブスタフルちょっと試練とかうんと挑戦のカードになってたのね。で、ででももスルルベはは、う変化ををしてていくっていうことを皆さんは アクセプトして受け入れてで今いろいろとあのはっきり分かんないのがだん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 開いてきてるね覚醒に向かっていってそして目の前では覚醒からのいろんなトラウマとかいろんな失敗とかいろんな喜びとかそういったことを全部紡ぎながら、えー、レッドゴーしたりいろいろする中でだん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 ディバインな織物としての自分の在り方みたいなのが見えてきてるタイミングだよっていうタイミングでしたねさ,あさっきのこのこダンス 宇宙のダンスに合わせてその場その場を楽しんでいくために私の,あの例も挙げましたけどそれをしていくためにとっても大事なヒントとしてのカードがこのカードです。このカード。このカードは20番でいいですかネクター・オブ・ザ・ロータスって書いてあります。ネクター・オブ・ザ・ロータス。ネクタっていうのはあれですよね。あの、えっ、ー、と、いろんな果物とかの,あのジュースですよね。ね。だからこれはロータスっていうのはこの。 あの蓮の花のことですよ。だから、このネクターオルダロータスは、どんな意味かというと、ちょっと待ってね。これ書かなかったかな。そうそう。あの、コアエンのネクターね。あの観音様のネクターを味わってください。観音様は、あの、たくさんの美味しい甘いね、ミスとかね、そういったものをみんなに、はい、これも受け取ってごらん、あれも受け取ってごらんって言ってくれてるんですよ。あの、もともと、あの、すごくアバンダンスのエネルギーだから、アバンダンスっていうのは、もう。 あの無限の、えーっとえー、豊かさみたいなものねでもその時にやっぱりまず自分を満たさなきゃいけないの自分勝手だと思えないのまず、えー、っとあのいつも言ってる話だけどあの飛行機に乗ると必ずほら酸素マックスが降りてくる時はまずは自分に酸素マックスをしてそれから周りの例えばお子さんとかを助けてあげてくださいって言ってるでしょ。 自分まず相手のことばっかりやっててでお子さんにあだけても自分がちゃんと生き残らなかったらあのアク酸素切れになっちゃったら他の人困っちゃうじゃないだからまず自分を満たすっていうことすごく大事なのねでそこがそこをちょっと意識しましょうとねでえっとなんていうのかなあの逆にねえっとそれが自然にできちゃう時はできるのよああのあ 私もも楽しもうって言ってて言ねできるけどあのマインドとあの感情があちょっと大変とかそれからあでもいろいろやんなきゃいけないのになんで今そんなちょっと無理なんてねあの最初うちの娘が孫息子のね孫息子があのキャンプに行けなくなっちゃって「ばあばどうしよう」って言ってきた時に私はもうギリシャから帰ってきていろんな仕事が溜まっててばあばやってた時なのねで体も疲れてたしだからえであのギリシャでか終わって。 来るるにあの咳をしてる人たと一緒だったら帰ってきてからもうまた風邪みたいな咳が止まらない症状が出てきて結構その、えー、と体調も悪い中で体も大切にしながらやってたからだからあのもう無理ってリミテーションね限界を感じちゃう時あるんですよ。でやっっぱりあの余裕はない時ってそうでしょうだからそういう時こそやっぱりえっと駄目じゃなくて。 逆にそれがいいチャンスなんだよっていうことに気づきなさいってメッセージなのねこのカードはつまりあのそうやってマインドとか感情が「えー、大変」とかあ「でもそんなこと言うも無理だし」とかって思っちゃってる時こそ「あ自分のハートの声聞くの忘れてる自分を満たしてないな自分を満たすために何ができるかちょっと考えよう」っていうふうに気づかせてくれて。 でみんながウィン,ウィンになるような、えー、とことができるようにはどうしようじゃあそのまずは寝ようってあの時はその後ね「もう寝るわちょっと考えさせて」って言って仕事も全部やめてでも寝たんですその時は。うんえー、とであのシャワー浴びてねだからでこの間も昨日もそうなんだけど足が飛んでごめんねあのすごいなん,かなんかちょっとここに3日疲れちゃったりしてであのシャワー うちのシャワーね私のシャワーってねあのマスターベッドルームはガラス割りのシャワールームなんですよ。でこっちのアメリカの昔ながらのはなんかバスタブがあってそこにシャワーがついてるでしょ。でバスタブは別個にあるの,あのジャグジーがあるの私のうちは。だからあでもねなかなか日本みたいにお湯だけもできないしジャグジー作るの面すごいあのお湯たくさんいるし。であの あのタンクに溜めてるお湯が来るからゆっくりゆっくり熱いお湯でやらないとすぐ冷めちゃうのねでお湯だけできないしだからなかなかお風呂に入る機会ないんですけどやっぱりちょっと体冷えちゃって暑いんだけどなんかこ体が冷えてなんか体があの,あの辛いからちょっとちゃんとしようと思ってでねあのシャワーはあの浴びた後あのガラスだからそれをね全部きれいにねスクイージーで取ってねか拭いとかないとすごいあの白いねこっちはあのなんか ミネルがいっぱいあって、カルキみたいな。そんなんがいっぱい積もっちゃってすぐ汚くなるんですよ。だから。シャーッとシャワー浴びてもその後が大変なの。だから、最近はそのお風呂の方のジャグジーの方でお湯を出して、それであの日本のこう。あの何て言う余計っていうのでパーパーってかけてね。簡単なシャワーして、そしたらあのあんまりそこ拭かなくていいじゃないですか。だからそういう風にしてたんだけど、朝それをやっててその時にあの？ ちょっと線をするようにしてもったいないから少し温まって足湯でもかけるようにしてたんだけどそ昨日はね朝結構早くにサーッとシャワー浴びていろいろやろうと思ったんだけどあお風呂ちょっと入りたいと思ってねそのまんまねお風呂にしてでちょっとあの,あのバスボブみたいなの入れてねであのゆったりとあの半分ぐらいを入れてでこう寝,寝相べを見ながらやったんですよ。そそしたらその後こうすっ っかり体が緩んでねなかなかちょっと夜も深い眠りができなかったんですけど昼ね寝,寝てでも寝ちゃってでまた夜もお風呂入ったんですけどそうやってあの仕事やっぱりいっぱいあるんだけど自分を満たす体に気づいてあげるっていうようなことをしたらだからあの今は本当にあのいろいろ激しいエネルギーが来てるからこそそうやってまず自分の体がちゃんとできてなんぼじゃないですか。 だからそういったことにフォーカスするっていうのがこの,あのネクターあのクワエンのネクターロータスネクターを味わうってことの一つの例になると思いますだからそういった視点であの、えっと、マインドと感情がちょっと大変とか限界を感じてる時はこのいろんな自分が癒さなきゃいけないヒーリングが必要な自分をに気づいてそこをなんていうのかな 自分と取り組むいいチャンスだと思うんですねだから私もそうやって今ね生きてるんですちょっとねこういう時だからこそね激しい時が来るから逆にちょっとゆったりと急がないでそういう自分をしっかりと整えてあげる特に天皇星がお牛座にいるってことは体をちゃんと整えるってすごく大事だっていつもお伝えしてますけどそれをしてみてくださいそうすることできっとますます皆さんのこのスピリチュアルレベルの覚醒も それからあやっっぱりこっちだったんだったていうの分かってくるんですよねだからぜひそれをやってみることで結果のカードなんですけどこのカードが出ていますすごい素敵なカード。これが「マダー・フィアーズ」って書いてあるんですけど「フィアーズ」っていうのはなんかわあってこうあの,あの日本語でなんて言うんだろうまあ,あのすごくパワフルなお母さんのイメージですけどこうすごい十手観音のどころじゃなくすごい手がいっぱい出てますけどねこれ18番のカードですから。 18は 1+8 で9になって最後のパワフルなカードですけどこれはねメモってないんだけどあんまりあのディバインなガ,イダンガーディアンがどんな時もプロテクトしてますよっていうことなんでなんかね観音様がこの火がついたような観音様になってるでしょだから穏やかなんだけどこう燃え上がってですねあなたを守ってくれてますよとだからどんなことがあってもちゃんとあなたは守られてるからたとえあのいろんな 災害とととかいろんなことがあったとしてもそれから自分がこうしようかなと思ってときに不安があったりいろんなことあったのかもしれないけどいつも自分のハートの声と向き合って自分の本質と向き合おうっていう意図を持って毎日を生きてるときに観音様がねまだはっきりと見えない道を進んでいくのは大難しいですよ。ででも今はは本本当にあの正解がない中で本来の自分とと向き合おうとして皆さんは このすごいチャンスをそういった意識で生きていくとそして自分がここにいるんだ何のためにいるかっていうのはやっぱりすごい時代を生まれ選んで生まれてきた自分の魂の何て言うかなそういった覚悟をしてる自分の魂なんだっていうところをちゃんと認めてあげることで自分の中のいろんな弱さとかあの辛いっていう言ってる感情も OK。 でもその中で今自分ができることは何かなっていうようなことと向き合うようなそのう宇宙との共同創造ってそういうことなんだけどそれをやる時にね「あの心配大丈夫ちゃんとすごいフィアースなこうパッショナいたな火のエネルギーでわーっとあなたをプロテクトしてくれる公エンがいるから大丈夫ですよと」とそしてあなた自身もその自分の中の,その勇気を持ってる覚悟を持ってる。 自分ののの中にああるそのフィアスなかんごめんね日本語がうまくどういう日本語なんだろうねああのあのちょ,ちょっとあの,あのしあなんだっけシェリーに聞きたいぐらいなんだけどあそうだ日本語でなんていうのかもう一回調べとこうと思って忘れちゃったわでもまあそういう意味ですよだからあのそれができるようになってきてるそういうカードですね素晴らしいですよね。であの,あの まあデッキの裏はねなんかアマリリスルートって言って34番が出てきたんだけどこれはやっぱりあのああアマリリスでこうなんかお花でゆったりねそうすることで叶えていけるんですよみたいなカードだったような気がするけどちょっと今もう覚えてないからもう長くなっちゃいましたね。ということであの長く長い動画になりましたが。 あのこの満月は満月までの間のプロセスの中でたくさんのいろんな出来事が起こってくるからちょっと大変かもしれませんし満月そのものもすごく変容なエネルギーがあの来てるんだけどそれをネガティブに取らないであ変わっていけるいいチャンスと思ってで本当にあの活動休と不動休と柔軟球が全部ねあのク,ロスができクロスとか T スクエアができてるから本当にあの、えー、勇気を持って。 本当に自分らしくなっていこうって決めて今この瞬間この瞬間を生きることでねあのたくさんの気づきとか学びが得られる満月にもなると思いますで満月の後ねいろいろ手放すものは手放してで次の新月もねまたすごいんですよ当で、あのその次の満月はもう食ですね月食そして日食は皆既日食が10月ですからねであのうんとその前にあの週分もあるでしょだから、えー、まだまだ いいろろ私たちは内側からも外側からもたくさんの変容のエネルギーもらってますけどあのこのエネルギー知っていれば確かにあの,あのなんていうかなイージーではないけどでも本当に自分らしく生きていけるすごい時代を自分が作ってるんだもうね依存を手放すこと,とにかくこの自分の人生を作る主人公は自分で自分が権威を持ってるんだってことを認めて。 でもそれが自分勝手になることじゃなくて宇宙の導きも大切にしながら自分も満たしながら周りの人もその愛を循環させていくってことがすごく大事なんですよ。これをしっかりと、えー、満たしていくことでた多分これからもっともっと素敵な自分になっていけるすごいチャンスがきます。でこの後半ずっとこんなエネルギーが続くんですよね。だから今回のこの水瓶座の満月はあそこにそこに取り組む最初の大事な満月だから。 あのこの間の間新月が素敵だったでし,しのだから獅子座ってライオンハートですからねで今回も日本の皆さんは仙台とか獅子座だから自分のハートの声をしっかり聞いてそして喜びと、えー、ワクワク楽しみながらいろんなことがあっても、えー、疲れてる時はちょっと寝てゆっくり休んでそして、えー、どうしたらいいかちょっと分かんないから教えてくださいって宇宙にお願いをして寝てみるとかねそうするとまたいろんなガイダンスとかが降りてきますからそういう生き方をしてくると。 本当に人生生楽しく生きていけます、うん、どんなことがあってもやっぱりあの感謝をして生きていける時が来ますから、うん、だからしっかりと毎日あの、まあ、あの祈ることも大事ですよ感謝をしてね祈ってそして自分もあの、まあ、みんなも大切にして愛を巡らしていくような、えー、これがね獅子座の太陽と水亀座の月の あのを統合してていく時にとっても大事なテーマですねその時に体をちゃんと整えるいろんなことが起こってくるけど体の声をしっかりと聞いてあげるそして休みなさいっていう時は休むそういうことをしてみるときっとあのなんかこの満月の後からすっきりと、えー、満月の後から次の新月になるまでまたいろんな手回しとかいろんなあのことが起こってくると思うんですけどずっとずっとまた生きやすくなるんじゃないかなと思います。はははいじゃあ次の新月はまたあのメッセージは またあの後でお,お届けしますね。それでは今度は三枚引きを、えー、皆さんにはご紹介します。楽しみにしてください。さい最後まで聞いてくださってどうもありがとう。そしてよかったらビッグインでお願いしますね。それからなんかコメント書いていただけるとえっ、ー、とやっぱりあのこれがおすすめ動画に行くことが多いんでぜひコメント一言でもいいんで書いていただけるとすごく嬉しいです。そしてまだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録お願いします。はいそれでは本当に素敵な素敵なっていうか大変な 満月だけど、すごいチャンスですから、変わっていきましょうね。自分らしい生きていくためにね。はい、それじゃ、今日はこれで終わりします。サンキュー、サンマッチ、サンマッチラ。